メリオダスの肉体を手に入れた魔人王。圧倒的な力を前に苦戦するキングたちのもとへバンが駆けつける。現実のキャメロットと精神世界で共に魔人王と戦うバンとメリオダス。魔人王の卑劣な嘘にメリオダスが絶望しかけた時、現れたのは私たちがいるの。エリザベス。お前らまで。なんで俺は夢でも見てんのか。夢などではない、本物だ。正確には精神体だがな。団長こそ本物なんですね。団長だ、いつもの団長だ。外ではバンが応戦しているよ。メリオダス、諦めないで。私たちみんながあなたの力になる。七つの大罪。なぜ奴らが我の精神に干渉できる。ゴーセルか、あの出来損ない目。七つの大罪をなめると痛い目じゃすまねえぜ。これは彼らは戦い続ける。邪悪の支配を打ち破り、愛する者たちの未来を守るために。故に彼らは選ばれし英雄、七つの大罪と呼ばれるのだ。ここは団長の精神世界。俺たちは直接干渉することはできない。だからみんなの思いを伝えるために。どうしたのゴーセル。空気を読まなきゃ。し老けたろ。煉獄には千年はいたからな。好き。なせん。貴様ら四大天使ごときが神に歯向かうか。向かわせてもらうぜ。ベナッチ。親子の問題に他人が介入するな。不可能だ。あれは防げない。失うわけにはいかんのだ。弟も友も。あと5秒も持つまい。その前に止める。止めさせません。
だけで手一杯だ。このままじゃあいつら全員人影。この魔力の爆撃の中をバンドの以外に耐えられる者が。なぜ君が。貴様何の真似だ。ゼルドリス、俺はメリオダスに用事があるのです。父上にはどうかご退場願おう。だがその前に一つ聞いておきたい。うん。あなたは俺とゲルダの仲を知った上で吸血鬼一族の処刑を命じたのですか。息子を病から救う親心に気づかぬ愚か者め。何？お前は弱い。弱さは病だ。我を誰と心得る。貴様に与えし海軍が逐一教えてくれたわ。我に隠れたつもりで吸血鬼の娘と逢瀬を繰り返していたこと。我の命令に背き吸血鬼一族を処刑せず封印に留めたこと。そしていずれは魔人王の座を奪い誰もが平穏に暮らせる魔界を作るなどと本気で考えていたことも。くだらぬ。従順だけが取り柄と多めに見てはいたが、ここまでだな。その闇はこの魔人王の鎧と肉体を貫く謎。闇が圧縮されてできた塊。計り知れない質量と威力だよ。ああ、ドルイドの修練窟で彼が編み出したんだ。オイラのコンデンスパワーを元にしてね。でも団長の魔力がはるかに増した分、威力はあの時の比じゃないはずだ。不思議なもんだな。お前らが一緒にいると思うだけで力が湧いてくる。俺はもう大丈夫だ。あとはバンを助けてやってくれ。団長、僕は昼は面倒で夜は役に立たない男です。それでもあなたのためならばこの命喜んでかけます。だってあなたは
僕の命の恩人であり友人なんです。サンキュー団長殿。もしネーネーを一瞬でも諦めればあの約束を守ってもらうぞ。こんな状況で脅かす。団長、大切なもののために全てを敵に回す覚悟だ。お見のせんでみは邪魔は排除した。貴様はメリオダスの体からとっとと魔人王を。なぜだ。ゼルドリスに魔力攻撃は効かないはず。忘れたか、あの力は我が奴に貸し与えた力だ。メリオダス、きっとお前なら全てを変えられるはずだ。任せたぞ。てめえ、このクソ野郎が、てめえの血を分けた息子じゃねえのか。何様のつもりだ。我は魔人よ、我が血脈に弱者は不要。おのれ、この許さん。終わりだ、魔人よ。俺の中から消え失せやがれ、トリリオンダーク。今度は何だ。魔人王の断末魔だ。団長殿を自分の道連れにする気だ。今すぐ追い出すぞ。とにかく動きを止めねえとな。往生際が悪すぎんだ。アーク、パーフェクトキューブ、パレンガーデン、ゴーギトリプルプリズム。待ってて団長。ダイヤモンドパワー。あとは君に任せたよ。
ケグザ団じゃ戻ってかいや。体中がポロッポロだぜ。こっちとらガッタガタだっつーの。お帰りなさい、メリオダス。待たせたな、エリザベス。僕ダメ。空気を読もう。ここは俺の出番だろう。うわ、エリオダス、よくかぶれ。次回、七つの大罪憤怒の審判、長き旅の終着。